花尾義郎の音楽魂。はい、こんにちは、金谷志郎です。早速ですね、本日のゲストを紹介しましょう。待ってました、菊田俊介さんです。こんにちは。どうも、こんにちは。イエイ。どうでしたか。どうも、お久しぶりです。ね、ありがとうございます。西日本ツアーというか今回。そうですね。いかがでした。もう楽しく3週間弱ですけどね。もう温泉も行ったし。阿蘇山も行ったしね。あ、そうですか。なかなかあ、そうですか。だって演奏に、観光にみたいなね。なるほどね。あれですか、最初は福岡。最初はね、山口から入ったんですよ。山口とね、はい、湯田温泉のあたりのいいお店があってね、そこ入って、で徳山、今は周南市って言うんですけどね、行ってね、そこからね、ずっと九州に入って、はい、北九州からぐるーっと九州の、今回南の方行かなかったんですけども、北から真ん中のあたりまでぐる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 と、うん、あ、そうですか。2週間半ぐらいね、ずっと回って、菊田俊介さんのね、CD をまず聞いてみましょうか。はい、お願いします。タイトルはこれは何でしょうか。はい、自分のベストアルバムから、ジュニアウェルスが歌ってますけども、ジュニアウェルス、もうグレートですね。 Watch me move。ブルースの師匠、ジュニアウェルズ、このアルバムっていうのはボーカリストは何人か、はい、そう、これはキングから5枚アルバムが出たんですけども、それのね、ベスト版なんですよ、はいはい、2枚組全28曲なので、2枚組のね、そうなんですよね、はい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 、なのでね、その5枚のアルバムにいろんなシンガーが入ってくれてるんですけど、その人たちがたくさんこうなんかベストなのでね、フィーチャーされてるんですよね。ジュニアウェルズとかとはやっぱりお付き合いなってます。そうなんですよ。ジュニアはね、一番最初自分をツアーに全米カナダ連れてってくれて、もう本当シカゴ以外のね、ブルースのシーンを、自分にこう見せてくれた、はいはいはい、おじさんで、この人もすっごいね、本当にもうファンキーな人だったんですよ。もうね、本当に女好き酒好きっていうね、もうミュージシャンのもう鏡ですね。そうですね。それはどうでしょう。だって子供ね46人ぐらいいた。嘘。お。嘘。そうっすよ。
本当にすごいね。で死んだ時にね、うん、あのマネージャーがウェブサイトで、うん、もしあなたがジュニアウェルスの子供だと思われる証拠があればぜひ名乗り上げてくださいって言ってた相続の対象になりますみたいなね。本当。それ何人ぐらい来たの？分かんないけどね。まあ、っていうぐらいの、まあ、かなり。いや、やっぱりそのこのなんかこう油切った歌のね感じ出てますよね。ジュニアウェルス。なるほどね。面白かったよね。だからこうツアー待ってても、うん、ライブ終わった後に、まあ、楽屋開放してね、うん、でお客さんどんどん入れてサインしたりとかするんだけどね、うん、はいはい、結構ねやっぱり年配の女性とかよく来るんだよね。で、はいジュニアとかってさ。でもジュニアね知らんぷりしてんだよ、おめえ誰だみたいな、ね、なかなかそういうね、まあ本当にまあ、ブルースの生きた、ねね、レッスンをたくさん受けて。そうだよね、やっぱそうじゃないとね、ブルースとかロックってね、お利口さんだとねちょっとなんとなく ね、うん、そうですか。本当にね、間違った先生でしたけどね、うん、なんかね、なんか勇気が出るね、そういうの見てるねということで、ご紹介しましょう。連日ライブのね高橋誠さん、はいはい、こんにちは。どうもよろしくどうぞ、よろしくお願いいたします。すいません今日メガネで。いやいやいや、でも素敵じゃないですか。素敵ですかね。うん、うちの奥さんのメガネ。あ、そうなの？うん、度が入ってないやつ。あ、そうなんだ。似合ってますよね。老眼とかじゃないの？全然違う。あ、そうなんだ。うん、俺老眼になってないんだよね。うせえ。本当本当。俺また強がっちゃって。それだよ。本当、俺40過ぎてからもういきなりになったよね。っていうか目がすごくいいのよ。2.0 とかだったんで、両方とも。早かった。いいですね。メガネね、なくていい、ね、うん。早くなりますね。松下としみさんです。はい、よろしくお願いします。ということでね、菊田俊介さんの、まあ近いうちの予定っていうか、はい。はい、ね、一番近いのが4月8日ですね。4月8日。金曜日に、はいはい、東京汐留のブルームード。ブルームードね。ライブをやります。菊田俊介率いるブルースカンパニーライブということで、僕も以前ねお会いしたことあり、そうですね。お邪魔しましたね。第一弾は本当誠さんとね、加納さんにも参加していただいて、はい、そうなんですよ。楽しい時間を。楽しかったですね。楽しかったね。メンバーもね、ご紹介じゃあいただきましょうか。はい、ピアノが、はい、リーちゃんですね。リエリー金平ですね、はいはい。そしてドラムはね、もう誠さんの古い友達のね、はい、マーティ・ブレイシー。マーティ・ブレイシーですね。マーティが笑かしてくれるんだ、またこれが。ね、絶妙な関西弁で。絶妙な関西弁で、ね、すごいですよね。ですね。で、そしてベースが、はいはい、宇都宮のもう僕の友達なんですけどもね、はい、もう素晴らしいベーシスト、片野敦。素敵ですね。片野さん、すごいですよね。もう本当に。なるほどね。こういうメンバーです、ね。で、そしてゲストが、ト、はい、今回はローリーに入ってもらってですね。これはすごいですよね。もうでも、これ、ソールドアウトじゃないですか。どれに近いですかね。どうですかね。4月8日、金曜日、東京汐留ブルームードですけどもですね、前より5,000円になっておりますね。当日5,500円ということで、こう、料理も美味しいとこだよね。そうですね、ここもね、ね、ですね、うん、すごくレストランでゆったり座れますよね、うん、そうですね、ステージも、うんうん、素敵だし、これ楽しみですけども、このあとっていうのはいろいろあるんですか。そうですね、で4月、うん、それやって、うん、ちょうど3日間ね、このブルースカンパニーで、うん、ミニツアーやるんですよ、はいはい、で8日にブルーモードやった後は、ええ、9日が栃木県佐野市にダイニングバー兼っていう店が、ダイニングバー兼、すごくね、はい、いい店があるんですけどね、はいはい、ここでやって、で、日曜日の10日の日が10日、南林間ハイダウェイですね、うん、ハイダウェイですか、ね、私たちもやりますね、そういえばやりますね、あ、4月にいつですか。4月、3日、1週間前ぐらい、あ、本当に3日でしたね、3日、4月3日、この3人でねやりますね、音楽楽しい、バンドでやりたいよね、たまにはね、ドカーンとね、また今度いつかやりましょうですね、我々は3日で、4月3日ハイダウェイ、ここも素敵なね、いい店です ね、 ね、素敵なお店ですよ ね、 ね、もう酒屋さんの地下で ね、 そう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 、マスターがもうブルース大好きみたいなね、そうですよね、これがね、ブルースカンパニーが4月10日これは、ヤマトの南林間ハイダウェイですね、はい、はい、というこの3日間、うん、割と続きますね、はい、そうですね、それ終わって、でそれ終わって
でね、そうで、この4月の14、15と中国に行きまして、中国ツアー、うん、中国ツアーね、上海から入ってね、うん、上海とあと北京と、うんうん、あの2回あのやるんですけどね。はいはいはい、これもブルースカンパニーですか？いや、それは、ね、これはね、はい、あの現地にあの、はい、モジョハンドブルースバンドっていう中国のバンドがあるんですよ。本当、最近中国ともね、ブルースがね、少しこうじわじわっときててね、やっぱりその菊田さんのね、あの影響があるんじゃないですか、やっぱり。向こうでやっぱりすごく好きで行ってくれる人がいて、うん、でね、もう呼んでくれて、今回3回目なんですよ、中国に行くの。なのでね、言葉は、言葉はね、北京語を自分少しだけ、はいはいはい、まあ、喋るんですけど、でも、まあ、英語で喋ったりね、はいはいはい、あと日本語喋るやつもいるから、はいはいはい、日本語で会話したりみたいな。ね、それ素晴らしいですね。そのツアーがいつ、4月ですね、4月のね、14、15と、はいはい、行って、でこの4月の後半からはこの関西に行くんですよ。はいはいはい、で関西で今度ブルースプロジェクトっていうね、また違うバンドがあるんですけどもね、はいはい、これはどういう方たち？これはね、タミーちゃんってあのシンガー、関西すごくね、はいはい、いいシンガーいるんですけど、タミーさん、タミーとね、あとロンドン在住の原田熊さんがベースで、あ、あとマーティーがドラムで、はい、であとソダアサムさんって昔シカゴにいたことあるんですけどね、はい、すっごくねいいキーボードがいるんですけどね、うん、この5人で、あ、そうですか、あるんですよ、で関西6回ライブやって、6回、はいはいはい、でレコーディングもねちょっとやる予定でいるんですけどね、うん、あ、その時にね、あ、そうですか、楽しみです、それは ね、それで6月に入ったらもうあれでじゃないですか、もう決まりましたね、あれ今度はシカゴですね、シカゴ行きますか、シカゴブルースフェスティバルですね、ありがとうございます、ありがとうございます、シカゴブルースフェスティバル、ね、そうそうそう、今年はオーティスラッシュ、はいはい、10年間ずっと闘病生活してるんですけども、うん、まあそのオーティスをみんなで、まあ、励ましてね、うん、なんとか頑張って元気になってもらうよっていうことで、はいはいはい、まあ、オーティス本当ゆかりのミュージシャン、あるいはこう憧れの、ね、ミュージシャンたちがたくさん集まって、うんうん、はいはいはい、でトリビュートオーティスラッシュっていうセットをメインステージでやるんですよ。あ、うん、でそれにシカゴから連絡いただいて、シカゴ市が主催してるんですけどね、ブルースフェスはね、市から連絡いただいてね、帰ってきて、参加してくれないか。以前はそういうお付き合いは結構ね、そうそう、オーティスはね本当もう自分がシカゴ行ったところから、うん、よくしてくれて、ライブに行くと、じゃあちょっと何曲やってけよなんてね、飛び入りさせてくれたりして、はいはいはい、でオーティスの奥さんが日本人の方なんですよ。あ、そうでしたか、マサキさんって言ってね、でそのご縁もあってすごくね、よくしていただいてっていう、自分にとって本当にもう大切なやっぱりブルースマンでありね、やっぱ先輩ですよね、うんうん、なるほどね、というね、いろいろね忙しいスケジュール、またねその後もね、いろいろ聞きたいんですけども、今日はちょっと生で、はい、演奏聞きたい人がたくさんいらっしゃると思うんですけども、なんかどうしましょう、じゃあ インストからいきますか、最初インストいきますか、収録いきますか、なんか
いかがでしょうかね、お聞きの皆様、この午後のひとときをね、うん、素敵じゃないですかね。もうね、あのまこちゃんはどんな感じ、やっぱ菊田さん、あの一緒にやって例えばこうやるや、うん、まあいろんな人とね、うん、まこちゃんもやってるわけじゃないですか、はいはい、どう同じギタリストとして気持ちいいですよね、え、うん、気持ちいいよね、ね、うん、やっぱりこうあの音でこう会話できるっていうのがね、一番いいよね、はいはいはい、なるほどね、羨ましい、羨ましいよね、それやっぱり特権っすね、やっぱ ね、 ね、そうですね、うん、普段俺会話できないから音ぐらい会話したいんだけどなんか何言い出すかなとか思っちゃうよね。メールが来てるんで、今日ちょっとご紹介しましょうか。はい、早速、はい、ね、博多のミキさんからいただいてます。イエーイ。カナオさん、誠さん、としみさん、スタッフの皆さん、こんにちは。うん、しゅんさん、お帰りなさい。ありがとう。うん、早くも3度目の出演ですね。はい、この間の、久しぶりの博多でのライブは、ミュージシャンの方も多く、みんながやっぱすげーって思わせてくれるクオリティなのに、うん、本当にピースな空気が溢れた、しゅんさんらしい素晴らしいライブでしたね。ありがとうございます。おまけにオイラまで参加できて一生の思い出になりました。ねえ、歌ったんですか。ストーミーマンで一緒にやったんだけどね。ストーミーマンで歌われたんだ。そう聞いてみたいですね。すごいね、ミキさん。いやでも、ね、ミキさんいい声してますよ。バッチリで、ひろみ夫人ともお話ができましたし、うん、もう次に帰ってくるのが、楽しみになりました。また来てください ね、うん、またやりましょう、ね、ね、今日もかなおさんとまことさんとしみさんの笑顔に包まれた素敵な空間を楽しんでくださいね、うん、リクエスト、しゅんさんは When You Feel Lonely か、うん、Queen of the Blues、うんうん、はい、しゅんさんのオリジナル、オリジナルね。かなおさんは Funny Angel、ファニーエンジェル来ましたか。まことさんはね、アイショット、ザ・シェルフかクロスロード、ね、うん、どうでしょうって書いてるんですね。 PS、 しゅんさん、これからのツアーやブルフェも頑張ってください、うん、ブルースフェスティバルの略、ブルフェっていうか、ブルフェ、ね、博多あたりはもう過去に何度か行かれたんですか。博多はもう何回もやってますね。博多も熱烈なファンがね。そうね、博多もね、すごくね、盛んだし、あと北九州とかも暑いっすよね。北九州ね、僕はね、生まれが博多と北九州のちょうど間の筑豊ブルース、筑豊、デルタ地帯が独特の暑さありますよね、あの辺ね。うん、菊田さんのところの感じとやっぱ合うんじゃないですか。そう ね、 なんかね、やっぱりブルースにすごくこうあった土壌っていうのかね、人の気持ちがすごくこうブルースにやっぱ入りやすいかもしれないよね。なるほどね、すごい楽しいですよ、やってて。なるほどね、まあ、いろんな旅をねしながら、まあ、行くわけですけども、はい、どうですか、その日本、まあ、今日本に、うん、まあ、戻られた感じっていうのはいかがでしょうかね、はい、日本の、ね、うん、改めて冬寒いなこんな冬寒かったかなみたいなねそうだよね、やっぱね、台湾にそのね、うん、いたからね、やっぱね、うん、ちょっと日が出るともう普通に20度上がるんですよ、今もう、ま、真冬でも。なるほどね、でも今頃の時期はね、普通にマンゴーかき氷食ってるしね、うん、ああ、なるほどね、暖房がないですよ、暖房がないね、建物にね、っていうぐらいにしか寒くならないっていう。あ、そうですか。ただ日本は特に東京のあたりこう天気がいいのがね、いいですよね、カラッと晴れてるからね、寒くてもね、結構向こうの方はこうジメジメっとしてる時が多いから、雨も多いしね、今の時期は。このリクエストにお答えしますか。はい、はい、じゃあやってみましょう。博多の、ミキさんのね、ミキさんのリクエスト、木村ミキさんのリクエストやりますか。わ、はい、かりました。じゃあ、When You Feel Lonely、これはオリジナル。これね、オリジナルなんですよ。Rising SunっていうCD に入ってるんですけども、はいはい、まあね、人間こういろいろ悲しいこととかね、はいはい、孤独になることもあるけども、うん、まずは自分を最初にこう大切にしようよみたいなね、うんうんうん、そういうこうメッセージソングですね。なるほどね、うん、自分を大切に愛してれば必ず周りの人たちも愛してくれるからって、うん、まずは自分を大事にしようっていう、ね、そんな曲です。なるほど、はい、いきますね。おい、
yourself. When you feel lonely, you can always love yourself. It's alright, it's alright. When you love yourself, someone loves you too. When you wanna cry, you can cry all by yourself. When you want to cry, you can cry all by yourself. Don't worry, don't worry. Everybody cries blues, even little babies too. When you lost your woman, I know you're down with misery. When you lost your man, I know you're down with misery. It's all good, it's all good, 'cause the right one's on the way for you. ありがとうございます。ね、これは一番最初のアルバムに入ってる。これはね、その前にあのベストのキングレコードのやつがあったんですけど、はいはいはい、その後あのライジングシューンってアルバム作ったんですよね。はいはいはい、でそれの1曲目にね、入ってる曲なんですよ。なるほど、うん。これは素敵な曲ですよね。かっこいいね。ねえねえ。いや結構曲とかは、うん、あのそのブルースの方って割とカバーが多いじゃないですか。あ、そうですね。オリジナルっていうのは結構ある。そう、結構ね書いててね、早くも出したいなっていう、もう便秘状態ですね今ね。なるほどね。やっぱりオリジナルっていうか自分の言葉とかね、うん、そういうものがやっぱりね、うん、割とカバーする方が多いじゃないですか。そうですね、うん、ただね、自分の場合はアメリカにずっといたので、うん、英語が、まあ、結構まあ分かるっていうか、うんうん、なので英語で歌詞を書くこと多いんですよ、うん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 、でそれだとやっぱりこうブルースのコードとかねメロディーライン乗りやすいので、うんうんうん、よくこう浮かんできますよね。そうですよね、うんうん、ただまあやっぱり日本でねやると日本語でやっぱ歌いたいなっていう気持ちもねやっぱりあってね、うん、なるほど。これから日本語もちょっと挑戦していこうかなって思ってるんですけどね。あーでも言葉って僕例えばフェイスブックやっててこの放送をね、うん、フェイスブックで聞いてる海外の方いらっしゃったりするんですけど、僕はロンドン行っても日本語でまま歌っちゃったんですけど、言葉は向こうの人わからないかもしれないけども、なんかそのキャッチーだったりとか覚えやすかったりとか、うん、その声の質とかね、うん、そういうのでね割と気に入ってくれる人あるんですね。
で僕らも、うん、そのブルースとか、うん、ロックとか聞いてる頃にはなんか言葉分かんなくてもそのニュアンスとか声の質とか ね、フィーリングがね伝わってきますもんね。そういうのはありますよ ね、あるある、うん、多分やっぱりあの自分 の、 その言葉で歌ってるからだと思うんですよね、うん、言葉で歌ってるからその音楽にすごくこう力がパワーがあってこう伝わるっていうのかな。なるほどね。最近すごいメキメキと歌うまくなったよね。ありがとうございます。もう彼女にそういう風に言われるともういや上からそんなことない。いやいやでもギターもちろんね世界の菊田俊介に対して歌うまくなったよねってこう失礼なこと言いました、すみません。いやでも、はい、あの自分の例えばあのほら英語で歌うブルースがすごく上手い人って日本でもたくさんいるじゃないですか、うん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 、じゃなくてその自分の歌として、うん、あのしゅんちゃんが歌ってるのを聞いてやっぱ逆に感動するんだよね。 ありがとうございます。なんかそういうのあるよね。伝わってくるっていうか、うん、なんか表面的になんか日本ってか、うん、カラオケが上手かったら歌うまいみたいな世界あるじゃないですか。僕自分の歌歌った時に65点でね悲願でるわけです。自分の歌で65点そうそうだからあの最高です。そうそう最高です。あのでもねなんかね感動しないんだよね。うまいなとは思うけど、うん、耳で止まるか心に来るかじゃないの。おいいこと言うじゃないですか。いい言葉出ましたね。いやいやいや本当そう思いません、ね、ちょっともうちょっと近づいて今いい言葉を近づいていったらさすが、うん、なるほどね、うん、そういうことありますよね。ね、まあ早速歌を行きたいんですが、まこちゃんなんかやる？俺やるの。あ、いきなり。あいいよ。俺やるか。やるよ。やるよ。リクエスト来たらリクエストやろうか。リクエストクロスロードだっか。クロス。でもあの愛しちゃったシェルフ。愛しちゃったのよシェリフ。愛しちゃったの。愛しちゃったのね。クロスロードちょっと詞がねあんまり定かじゃないので。あ本当。うん。あのもしあれだったら同じブルース、俺あんまりブルースやんないんですけど。はいはい。ね俊介くんと一緒にやれるのは光栄ですので、ちょっとブルースやってみましょう。うん。はい。お何でしょう。She says, stop what you're doing, baby. Come on home. I can't hold out. I can't hold out too long. I got a real good feeling talking to you on the phone. You said, baby, don't you worry. You're my heart desire. You know that I just can't stand to see you cry.But I can't hold out too long. I get a real good feeling talking to you on the phone. Yeah.Good feeling
俊介君とねブルースできるとすごい気持ちいい。いやでもね、あの声が自然でいいんじゃない？そうですか。うん、いやむしろね、うん、あのこれなんかほらブリティッシュブルースの感じするよね、うん、声質がね、まこちゃんの声。もうそうですね、もともと俺イギリス生まれだし。嘘ばっか言うなよ。どんなんやろ。これはね B 面の曲ですね、僕の B 面シングルの B 面だったの。あ、そうそう、あの A 面が売れなかったからやっぱり B 面も売れないよねみたいな。そう、昔ねアナログだったもの、だからね、もうこれ作ったからね。いきますか、はい、
はい、ということで、博多のミキさんのリクエストにお答えしました、金田一郎ファニーエンジェルっていう曲でしたけどもですね、やかましいね。楽しいですよ。楽しい。血が乗ってくるよね。で、しゅんちゃんとか、あ、いや、菊田さんは、いいですよ。しゅんちゃんでいいよ。いや、でも、しゅんちゃんって、あの、ココテーラさんの、うん、その、まあ、ギタリストとしてずっと、うんうんやってましたね、うん、だからそのなんていうかな歌物のギターじゃないですか、うんうん、そうだねだからねなんかねもう初めてやっても、うんうん、なんかそこでこう会話ができるというかそう、ね、歌ってて気持ちがいいのよあそれはもう本当にもう嬉しいです、うん、で海外の人から、うん、あの スイスのね、うんうん、あのハニー、はいはい、マイハニーマイハニーマーティンマイハニーそうハニーマーティンから言われてたの今日何僕はね、うん、あのがなりすぎって海外の人もやっぱやかましいと思うんだろうねあのだからいやでもねあのソフトに歌った方がいい曲があるから、うん、あのあんまり強くねあの歌うすごいねスイスからも指摘されてすごい、ね、スイスからも指摘ありましたもう世界で有名なカナオさんとかガイタレだもん俺すごいこの間先週うっちゃんから言われたもんねカナオさんもガイタレじゃんみたいなガイタレって古いよね言葉が、菊田俊介さんですけどもねあの今後 の, その、まあ、活動というかどういうふうな感じそうですね、まあ相変わらずツアーがかなりね、はいはいはい、ありますから。まあ、ライブが。うんね。で、6月、シカゴから帰ってきて、はい、で、今度ね、その後、沖縄行くんですよ。ほうほうほう沖縄でもね、やっぱりね、すごく盛り上がってる感じがあって、はいはい、うん。で、沖縄でやって、で、7月は今度、シカゴからね、チャーリーラブと、あと、クリスタル・ロビンっていう2人、来まして、その青森のジャパンブルースフェスティバルね、はいはいはい、出演するんですけども、でチャーリーと一緒に青森以外の町もちょっといくつか回ってっていう感じでね、はいはい、今いろいろとやってるんですけど、菊田さんあたりはねどっちかというとそのジャパンツアーとかね、まあ、シカゴでいらして、うんまあ、シカゴのミュージシャンたちと日本のその架け橋みたいなね、うん、形をねずっと続けていかれる大変でしょうけどもそういう人ってなかなかいないし、うんね、だってココテーラの時にブッシュ大統領の前で、うん、クリント・イーストウッドが司会で「ショーゴム・ザ・ブルース」って言ったんだからねねえ嬉しいですね、うん、そういう人ってあんまりいないでしょ日本いない、いないよねねあのほら YouTube でねその模様が流れ見られるんだけど、うん、もう本当ねすごいですよね鳥肌が立つ、うん、モーガン・フリーマンとかも来てたよねそう大好きあの時ねモーガン・フリーマンがそのケネディセンターオーナーって言うんですけどもそのケネディセンターからこう表彰されたんですね、はいはい、でモーガンがもうブルース大好きな人 でそれでココとか、うんB.B. キングとかね、はいはい、自分の好きなミュージシャンたちにその場で演奏してもらうっていうそういう会だったんですよ、うん、あれ、うん、で毎年やっててね、うん、去年はね小沢誠二さんも受賞されてっていうで毎年3、4人ぐらいいろんなこう、うん、なんていうかジャンルからね、はいはい、選ばれてなんですけどねなかなかね貴重な体験だったですよね結構楽屋大きいんですけど、うん、もう本当クリント・イーストウッドそこにいるしねジャック・ブラックこっちにいて、うん、デンゼル・ワシントンがすぐ右側にいるし、うん、っていうんでビヨンセがステージでね歌ってるしみたいなねそういう感じだったですよね本当ねなるほどねでその演奏終わって、うん、楽屋戻ってきたら、うん、ジャック・ブラックが俺のこと見つけて俺のこと寄ってきてね「ヘ、う、イ、ん hey, man!」とかして、ね「お前ギターいいギター弾くな」みたいな、うん、でそこで話こう始まって、で彼がスクローブズ・ロックで弾いてるギブソンの SG なんですけどね、うんうんあれどこで買ったのなんて聞いたら「いやあれニューヨークで買ったんだよ」なんてねそんな話でちょっと盛り上がったりみたいななるほどね面白かったねだからやっぱ貴重な体験をねいろいろこう積まれてるのでやっぱりいろいろこうそういうお話をね今日はねいろいろ聞きたいとは思ってたんですよね、はい、でなんかやっぱりこういろんな向こうでやってる感じとこっちで今活動されてる感じっていうのはなんか結構違いみたいな、うん、もう全然違いますねうん、やっぱりもうミュージシャンの
もう感じも違うし、やっぱシーンも違うしね、うん、向こうはもう本当あのもうなんていうか、まあいい意味でも悪い意味でもみんな自分勝手な人たちだからもうミュージシャンの練習なんてね、本当にもう個性的なやつ多いから、ただ逆にあのすごく自分では安いかもしれないですね、自分がもうそのまま出しても全然もうそれみんな普通だから、やっぱり日本の場合にはちょっとこうなんていうの、あの業にいれば業に従いじゃないけどね、やっぱそういうところあるじゃないですか、長いものに巻かれるみたいなね、だからやっぱり、ありますよ ね、だからやっぱね、向こうにいるとこんなやつ世の中にいるのっていうよね、そういうやつがいるから、でもそれがこう普通にあの受け入れられるっていうのかな、だからその辺がやっぱり面白いで面白いですよね、だからそれにやっぱずっと長い間やってきたから、だからまだやっぱ日本ではこう戸惑うところかなりありますね、自分的にはね、なるほど、でもやっぱりなんかこう感じがまあ分かってきてるからね、あれなんですけど、そこを壊してほしいよね、まあ、それは結構大変だよね、ちょっと時間まで途中になるかもしれませんが、やる、OKOKOK、いいよ、じゃあ、いいですね。ワン、アー、ツー、アー、スリー、アしまいました。ちょっと喋りすぎたかな僕が、本日のね、お客様、菊田俊介さんです。どうもありがとうございました。高橋誠さんありがとうございました。どうもありがとう。松下俊美さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、お相手は金谷義郎でした。素敵な時間をありがとうございました。ありがとうございます。また来週お会いいたしましょう。 See you next time. See you.
あの人は今は